はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、美しい姿勢と口すぼめ呼吸ということ、これが鍵ということで、呼吸困難ですとか、息切れの改善を目指す上でキーポイントになる、美しい、正しい姿勢ですとか、呼吸を効率的に行うための口すぼめ呼吸というものについてですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、まず前提としてなんですが、呼吸困難ですとか、息切れが生じると、呼吸というのは総じて浅くなります。で、浅くなると、呼吸補助筋というと、首ですとか肩周りとか肩甲骨周りの筋肉が過剰に使われてしまいますので、そうすることで、胸郭ですとか、横隔膜の動きが制限されます。で、こういった筋肉は往々にして姿勢保持にも関わっているということが多いので、猫背なんかの不良姿勢が現れてきてしまって、胸郭内の肺や心臓が圧迫されて、呼吸の質が悪くなってきてしまうということがあります。で、その改善を目指すためのポイント、今回2つ挙げさせていただきました。1つ目は、呼吸と姿勢をこまめに修正することを意識しましょう、ということが、やはり同じ姿勢を取り続けるということは良くないです。日常生活の中でもよくあるんですが、例えば長距離の車の運転ですとか、デスクワークをずっとしているとか、スマホを連続で使用しているなんてことはできるだけ避けていただいた方がいいです。どうしてもせざるを得ない場合は、30分から1時間程度を目安に休憩を挟みながら、呼吸と姿勢をその都度整えるようにしてください。それから日々の生活の中でこれを意識するだけでも慣れてくるとこれ無意識のうちにできるようになってきますので、ぜひ参考にしてください。それから2番目のポイントとしては、手の届きやすい高さに事前に調整をしておきましょうということがあります。例えば洗濯物を干す際ですとか、棚の上のものを取り出す際なんていうこと、実はこれ結構体を大きく伸ばす動作は胸の動きがですね、制限されて息切れにつながりやすくなります。で、体への負担も結構大きくなってきてしまいますので、例えば前もって手の届く高さのところにこう揃えておくなんて方法もありますし、普段使用しているテーブルですとか机ですとか椅子の高さを見直してみるなんて方法もあります。自分の体に合ったものに調整するなんてことも有効かと思います。で、こういう形で姿勢を整えることで呼吸困難の軽減を目指すということは、呼吸リハビリテーションの観点からも行うよう強く勧められるグレード A ということが挙げられていますので、ぜひこのあたりも参考にしていただけると幸いです。そして息切れ対策としては、やはり呼吸そのものをより意識して行うなんてことも、これも呼吸困難の軽減につながってきます。やはり呼吸に不具合ですとかトラブルが生じると、酸素供給量が減少してしまいますので、こうなると体が衰弱をして疲れやすくなります。同時に心も不安定になってきますので、場合によっては日常生活で支障をきたす悪循環ということになってしまいますので、この対策としては、やはり効率的な呼吸法を身につけるということは有効です。そのための手法の一つが、この口すぼめ呼吸というものです。これは鼻から息を吸って、ゆっくり長めに口から息を吐くということがあります。で、口をすぼめて息を吐くというところがポイントでして、息の強さは目の前にろうそくがあったとして、ろうそくの火を揺らす程度、風車、風車があったとして、この風車がこう回ったり、ハーモニカを吹くぐらいの息を吐き出す強さというのは理想的です。ろうそくの火をふっと消すくらいの強く吹かないというのがポイントになってきます。で、これなぜかというと、例えば私たちホースで水をまく際、そのままジャラジャラってやるよりも、入り口をキュッとすぼめると勢いよく水がシャーって出てくるかと思いますけど、これと原理は実は同じで、口を細くするということで呼吸の質を上げるということができるようになってきます。で、例えばこれを行うということで気道内の圧力を上げることで息をしっかり吐くということができるようになってきますし、息切れの原因になるのは、例えばその気道の中にやはり痰があるということもあります。この痰を出しやすくするなんていう効果もあります。で、口すぼめ呼吸はすごく手軽にできますし、普段の生活の中で意識してこれ取り入れることで習慣的に行ってくると、さらに効果が高まってきますので、ぜひこのあたりも参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。